それではボートレース大村の展望番組をお届けしていきます。本日も解説をしていただきますのはスポーツ報知の長谷明憲記者です。長谷さん、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。7日間の超ロングランシリーズで行われていますマイルクラブ大村24カップ、本日2日目を迎えました。さあ長谷さん、はい、本日は2月29日ということで4年に1回の2月29日でございます。はい。さあ今日はなんと何ですか。飛躍の日らしいですよ。飛躍の日。はい。ほい。あの2月29日4年に1回ですね、うんうん、まあ、1年が366日になります、はい、1年後の同じ日は、まあ、365日ですと曜日が1日ずれるだけなんですけど、うん、はいはいはい、まあ、ウルーズ氏の翌年は2日ずれるということで、うん、そこを曜日を飛び越えることから飛躍の日と呼ばれるらしいです。よく調べます。準備しましたね。準備させていただきました。いや、なんか今日は何の日ですかって来るかと思ったんでなんかちょっと構えてたんです今。あ、そういうことなの。はい、はへー、飛躍。飛躍ということで海外では縁起がいい日ということらしいです。あ、そう、よく勉強したね。あ、すごいな。びっくりした。はい、うんうん、はい、飛躍、うん、縁起がいい日ということで、はい、ちょっと今日はいいことがあるかもしれないですよね。あー、持ってきたね。いいことがないと僕のせいになりますからね。はい、いえいえ、ぜひ。お、飛躍の日か、はい、もっと違うのに来ると思っていろいろ準備してたんですけど、ね、いいこと言いましたね。はい、ありがとうございます。いや、素晴らしい。本当に素晴らしい。よく出してみた。はい、ありがとうございます。もうで僕なんかしょうもなくね、倉田育美さん誕生日とかね、いろいろ思ったら気になる。でも、ね、4年に1回だから珍しいですよね。あと今日はなんかあれらしいよ、はい、峰竜太さんの誕生日らしいよ。ああ、選手じゃないよ。そっちじゃないそっちじゃない、そっちじゃない。本物、いや、どうからんよ。あの、アッコに、そうそうそう、お任せの方ね、うん、はい、ね、そうなんです。ごめん、脱線したらごめんね、はい、お誕生日の日はおめでとうございますということで、はい、さあね、早速今日はね、2日目の開催ということで、はい、昨日初日を振り返っていきたいんですけれども、はい、初日のメインカード発祥地選抜ですが、うん、まずは石橋選手バシッと逃げましたね。逃げましたね。さあ、そして注目は G 争いでしたね。2コース大峰選手がスタートまさかあんなに遅れたと思わなかったね。ただ1マークうまく立て直したかと思ったけど、あのバック大接戦でしたよね、はい、そうでしたね。一番外にいた清水選手ね、船橋もあんまり大したことないんだけど、2マークうまく差してきましたね、はい、そうでしたね。ターンがすごかったね。素晴らしかったですよね、うん。2着は4号艇の清水選手、そして3着には3号艇池永選手が入る形となっております、はい。さあ、そしてここ発祥地選抜制した石橋選手は、前半レース4コースからのまっくり出して1着、うん、初日連勝発進となったんですけれども、ちょっと前半レースは不良候補で減点となりましたね。10点は痛いよ ね、 そうですね。やっぱりね、優勝しに来てますからね、うん、この10点というのはちょっと大きく響きますけどね、まだね、巻き返せますからね、はい、そうですね、はい、ちょっと注目していきたいと思います。さあ、そしてもう一人初日を連勝発進とした選手がいらっしゃいます。郷原選手4コースまくりと逃げで連勝としましたね。あのいいモーター引いてね、注目してたらやっぱ本当にね、うん、いいらしいよ。あ、そうなんですね。あの足は抜群なんだって、うん、あとしっかり帰ってくる、はい、スタートがしづらいんだって。そうなんですか。特訓がもう入らない、フライングばっかりだって。それぐらいだから、そこら辺の足がしっかりくればもっと頑張れそうって、だからそこをすごい気使ってるんだって、はい、そこはなんかプロペラ調整なんとかすると本人言ってましたよね。そうなんですね、うん、さあ、そしてその他の選手などでは足の良さそうな選手、あの昨日の、ね、はい、12レースは、ね、6着だったけど、はい、6号艇だった、ね、中山選手、うん、67号機いいね。そうですね、昨日ちょうど会ったんで聞いてたら、はい、すぐ真っ先にいいっすよ、もうすぐに、うん、行き足がこれいいっすよっておっしゃってたんですね。会えばその先も来ると思うし、はい、ターン周りも来ると思うって言ってるから、うん、本当にやっぱいい足だって。そうなんですね。やっぱすっごくなんか感触いいだし、はい、うん、その他の選手多分いいか、あとコンセスはあの19号機、はい、エースだった19号機最近良くなかったけど、前田選手、はい、プロプラもめちゃくちゃ叩いてるらしい。いっぱい一生懸命、結構大幅に伸びが来たって。いいですね。前件日はこう数字50%で全然感じないと思ったら、はい、昨日は感じるって、う
良くなったです。ガラッと変わったような感じですね、うん、なんかすごいなと思った、うん、そうなると、まあ、長谷さんが初日におっしゃってた井本さん選手、まあ、キレキ通りですよね。キレキの選手は本当いい足になってるなって気がしますね。そうなんですね、はい、さあそのあたりもちょっと注目となっていきそうですが、さあ2日目はどんな1日になるのか、ぜひ最終レースまでお楽しみください。ということで本日は長谷さんには2レース予想いただいております。それではまずは1つ目のレースご覧いただきたいと思います。まずは1つ目第12レースを挙げていただきました。注目ポイントです。初日未勝利の大峰豊選手が反撃だ、陰線なら大船に乗った気持ちでと挙げていただきました。はい、昨日大峰選手は3着5着でしたね。そうですね、まあ、前半はね、まあ、3着入ってるのはまあ見てると全然動き悪くないと思いました、はい、うん、ただ12レースはもう完璧な、ね、ミスですから、ね、スタート遅れですからね。そうでしたね。本人曰く別に足はね出ていくこともないし下がることもないしっていうか普通なんですよね、はい、ただこれ前回が転覆した後にこれ5着6着って言ってるモーターなんですよね。そうですね、ちょっと転覆影響があるのかなと気はするんですけど、まあ普通あるってことなんでね、はい、フライング持ってるんでとにかくスタートに集中の陰線ですよね。そうですね、進入はね枠内だと思うんですよね、はい、このレースはフライング持ちが1番3番6番といるんですよね。そうですね、大村選手一番気を使うのは横にいる前田選手じゃないですか。これ19号機ね、うん、昨日足良かったからね。そうですね、なおかつ大村選手の平均スタートは18に対して前田選手はこう14ですからね。早いですね。だから F 持ちの選手大村選手よりもスタートファイ前君がいるんでここちょっと怖いよね。そうですね、しっかりスタート行けば心強い壁役にはなるんですけどね。はい、ということでやっぱ大峰選手の相手はすんなりはまあ前田選手かなと思いますね、うん、木下です、ね、3号艇ね、木下選手これ直線やっぱりいいんですよね、はい、本人は昨日も足これいいんですよ、あの陰線落としたらちょっと、ね、痛いんですけどね。そうでしたね、足は全然問題ないと言ってますんでね、はい、ここもしっかりとね、まあ、追走したいですよね。そうですね、馬体選手を私は無印にしたんですよね。そうですね、ついてないですね。昨日はインから勝ったけどやっぱり伸びないんだって。ああこれ前回秋山選手って強い選手が乗ったけどね、やっぱりインで1回勝っただけで、うん、あと大きい着順が多かったんですよ ね苦戦されてましたね、うん、馬体選手昨日ね実はねレースが終わって1着のあとすぐね整備室入ってきてね、はい、なんかすぐ整備さん相談してて整備始めたんですよ、うん、だからちょっと今日この整備でどこまで上向いてるかでしょうね、はい、で僕の中でキレキはね5番の向田選手これいいんですよね。40号機前回正木選手これ出てましたからね、よかったですね。昨日はねレースになったらちょっと湿度が上がってきて回転の上がりが悪くなったんだって、その影響で普通だったんだって、はい、でもレース前の試運転とかは結構回転もしっかり上がってね感触良かったそうなんですよ。そうなんです、ね、だからここはやっぱコース上機なんだよね。馬体選手うまいんだけど切れ気重視で5に印しました、はい、6番中村選手こう 23% のモーターとボートも 18% 切れ気を考えれば動いてると思う。本人が言うには伸びはそうでもないけど出足は悪くないですよと言ってるんでね、はい、そうなんですね、はい、彼スピードもあるんでね気にはなりますね。そうですね、一応買い目としては印が回ってる3番と5番はやっぱちょっと一応2着も押さえておきたかったんでね、うん、2着も入れましたけど、はい、まあ、基本的に1、2流しですよね。そうですね、ちょっとまあ4も一応入れとくか6も入れとくかというところですね。これ分かりました。さあまず買い目なんですけれども、1番の頭から2番3番2番5番の2、3着折り返し、そして1番2番から3着4番6番上げていただいております。そして狙い目も上げていただいております。ねえ、ここはもうね大船に乗った気持ちでね大峰にね乗っちゃおうと思ってたんですけどねけれども足を考えればやっぱ前田選手が良くなってるっていうのと、うん、先ほど言ったように前田選手がスタート早いんですよね。そうでしたね、刺してくれたら 2-1 だけど、はい、直にまくってきたらこれ 2-3-2-5 という目が出てくるんじゃないのかなと思っててね、うん、まあ今日の展示を見て2が伸びていくとかね、はい、いう雰囲気があればちょっと2の頭狙ってみたいと思います。分かりました。ということでここ狙い目は2号艇前田選手の頭ということで、2番の頭から1番3番5番の 2,3 着上げていただいております。さあ第12レースはこのように展開予想を上げていただきましたので、ぜひ参考にされてお楽しみください。さあそれでは長谷さん、あのコーナー行きたいと思います。せーの、困った時の長谷田直美。さあそれでは長谷さん、
今節初の長谷田の実となっております。飛躍したいですね。そうですね、はい、さあそれでは本日はどのレース挙げていただいたんでしょうか。続いてのフリップご覧ください。さあ本日の困った時の長谷田の実第8レースを挙げていただいております。ちょっと早めですけどね。そうですね、ここね、まず進入がね枠なりなのか6号艇石橋選手が動いてくるのかっていうのはちょっとね、はい、スタート展示見たいとこですね。なんか動こうと思えば動けるような気がしたんですよね、はい、まあと言いながらも陰線はやっぱり1号艇竹敷選手ですからね、はい、やっぱりここはやっぱ本命にはなりますよね。そうですね。ただ船足は昨日は聞くとなんかもっと回り足を良くしたいと言ってたし、うん、他の足もそこまでで良くはないって言ったんですよね。あ、そうですか。でも前走者の井本選手はプロペラの伸び方に挑戦して伸びは良かったんですよね、はい、だから同じ山口支部からの、ね、受け負ってるんでね、受け継いでるんでね、うん、最初はその形で行こうかなとは言ってたけどちょっとなんか迷ってるみたいですね。あ、そうなんですね。でもまあ陰速攻なんで本命、はい、石橋選手コースはどこになるかは分かんないけど、まあ、動けばもちろん怖いけど6コースでもレース彼できますからね。そうですね。足はね、はい、直線はこれいいと思う、うん、あの周り聞いても石橋選手が伸びますよって声もちらほら聞くんですよね、はい、石橋選手もスタート早いですから ね、 そうですね。ダッシュの効いたいいスタート行くので出ていく可能性があるんで外でも十分出番ですよね、うん、あと峰重選手でもスタートは彼早いですからね、ミニスリスク選手がね。昨日も早かったですね。もう普通に行きますよ、昨日08行ったでしょ、はい、平均スタートから11ですから、さあ行きますよ、普通にピューンってなかなかね、11っていうのも見ないですよね。そう、だからもうボードレースからではトップクラスですよね、うん、向原選手は足を悪くないと思ってるんで、うちに残せるかどうかよね、はい、田中選手も彼ね、スタート1、3のが速い選手なんですよね。そうですね。ただちょっと彼の場合は回り足、出足系ともうちょっとだなと気がするよ。スタートは魅力ですね。そうですね。佐藤選手はやっぱこれ 21% のモーターね、昨日見てるとやっぱちょっと劣勢だな、なんか全体的に弱いなという気がしたんでね。そうですね。本人曰くもう穴出したいんですよとは言ってたんだけどちょっと足がきついかなと思ってるんでね。ですので、まあ、竹下選手からまあ石橋選手の2、3中というのはまず本戦の解明です。はい、さあそれではまず解明1番の頭から6番3番6番2番の2、3着を理解し挙げていただいております。さあそして注目の狙い目も挙げていただいております。竹重選手が、まあ、1年間でいうとね E の1号で 53% とかあんま高くないんですよね。そうですね。近況は陰線4連敗、あら、そしてちょっとターン周りがいまいちという時点で、はい、船足が万全じゃないんですよね。うん、6号艇でも石橋選手は足がいい、はい、まあ、昨日連勝しましたが減点がある。そうです、ね、ここでちょっといい着順取っておくとまだ十分巻き返せますよね、はい、本人もやっぱ優勝しに来てますからね。そうですね。うちに入ったらもちろん怖いけど6コースでもねスタートが早い3番4番がいるのでどっちかが攻めていくと幕内の展開も大いにあるんじゃないのかな、はい、6だからこそ狙いたい道ともですね、ここね。そうですね。だからまあうちの 1,2,3 の選手の 2,3 着打つ付けを狙ってみたいと思います。わかりました。もう慎重にはいきませんよ、はい、慎重に言ってはね石橋を叩いて渡る、ここは石橋が叩いて回りますからね。ここはもうどんどん叩いていくということで、はい、ここは6号艇の石橋選手頭からの狙い目を挙げていただいております。で6番の頭から1番2番3番の 2,3 着挙げていただいております。さあそれでは本日の困った時の果てたのみ第8レースを挙げていただきました。ぜひ参考にされてお楽しみくださいということで、本日も展望番組お付き合いいただきましたのはスポーツ報知の長谷明典記者でした。長谷さん本日もありがとうございました。ありがとうございました。